ございます。どうもこの秋冬、はい、戸賀さんに PT アクティブめちゃくちゃ買ってもらったんで、はい、そうですね、かなり買いましたねなんで PT のアクティブ戸賀さんってどんな感じで着こなしてるのかなっていうのを今日から密着させてもらいたいなと思って。密着また好きだね、はい、もちろん今日も PT 履いてきて、もちろんです、もちろんです、はいはい、今日は裾にジップがついてる、まあ、僕の中では今日みたいにもうカジュアルな時は3センチぐらいちょっと開けて首だけプラスアルファな主張で楽しんでます。ちょっとちゃんとしていこうかなっていう時は全部締めて、はいろいろね、あのアクティブはあのモデルがあるんだけど、これも気に入ってよく履く1本ですね、はい、これはカーキも持ってるかな、はい、ブラックと。じゃあいろいろと今日から密着スタートということでよろしくお願いいたします、はいはい、じゃあ早速、まあ、ハマりにハマってる PT アクティブなんですけど、はい、うん、PT アクティブの前に戸賀さんが今感じてるメンズのボトムス事情ってどんな感じで。お、はい、なるほど。本当世界的にこうやっぱりリラックスっていうか、まあ、ウィズモードっていうか、もう大きく変わってきてるなと思うんだよね。なんつってもやっぱりイタリア人が好まなかったと僕は思ってるんだけど、河川系、うん、もっと言ったらT シャツだって今着てるからね、イタリア人ね、うん、あんだけ着なかったのに。もう本当に楽っていうのを好む人だけではなくて、ファッショニスタっていう人たちまでもがみんなそっちを向いちゃってるから、うん、リラックスするのでも若い人と大人が履くのって結構アイテム選びって重要だと思うんですけど、まあやっぱ若さっていうのは何にも増して強いから、太めのパンツだったり、うん、例えばファストブランドだったり、うん、まあそれでもまあ可愛いかっこいいだけど、まあ、僕ら親父じじいはちょっとやっぱりいかんと思うんだよね、うんうん、より自分をこうよく見せる素材感だったりシルエットだったりディテールでこう幅を見せるとか、そういうことがパンツ選びには不可欠だと思うんだよね。まあアクティブがいいのは、まあ、言うまでもない、もうパンツ専業ブランドなわけじゃない、うん、パンツ専業ブランドが河川を選んでも、まあ、いわゆるカジュアルの時代にちょっと合わせたパンツを出しても遊びすぎてない、ちゃんと親父世代もピタッとハマるっていうのがやっぱこうアクティブのめっちゃいいとこかな、うん、だからエルメスがなんかこうカジュアルな今の時代に合うカバンを出しててもやっぱりエルメスなんだよね、うん、やっぱそういうものを PT には感じるんだよね、うん、あの今日は僕はホワイトゴールドとステンのデイトナだけど、まあ、最近のデイトナだと例えばベゼルにセラミックとかね、はい、やっぱこれも時代だと思うんだよね、うん、強靭さもあるけどやっぱりこうカジュアルな時代に合わせてロレックスも異素材を使うようになった。だからね、そういうのに PT のアクティブのこの遊び方がハマってるというか同調してるような気がするんだよね、うん、なるほど、うん、本当にこれ別に頼まれてるわけでも何でもなくてね、俺大半アクティブばっかり履いてるよね。そうですね。いや、あのもう何本あるか分かんないぐらいあるから、一番最初に履いたアクティブは街なしの軍パンかな、まあ、軍パン世代なんで、うん、帰ってきたなっていうところだったけど、もうめっちゃモダンな軍パンになってたね。パーツのクオリティから、デザインまで遊んでるのに子供っぽくないんだよね。でそれぐらいビジネスでも使える、座敷で飯食うとかさ、そういう時にも万能だし、膝裏にシワが入ってるとか膝が伸びちゃってるとか全くないし、昔僕家帰ってアイロンかけたからね、そういうのも全く気にしないってことはもうある意味俺の生活の時短もしてくれてるわけじゃん。昔の万能と違うのよ、うん、なるほど。今の時代の万能はだから何も譲らない万能なんだ。パンツを語らせたらあの右に出るものはいないっていうね、あの本当にそこに常々敬服してますよ。本当にお疲れ様です。よく来るね本当すいません、ジムまで。いやいや本当にすいませんと思ってないですめっちゃ最近疲れててでもちょっと休んでてもね、体どんどんおじさんになっていっちゃうから、はい、ジムに行ってきました。はい、今日のスタイル、はい、白のフェデリーにマグッタの白ジャケット、かわいいでしょ。で、美脚にこだわる小柄ですから、センター永久フリース付きのやつね、シャリの入ってるやつを履いて、ジムアートでも全然自分で車乗るんで、ペダルワークにも全く問題ないパンツ、ノンストレス
だけどジャケットにも合うし、とてもウエスト80あると思わないでしょ。でこれからの予定は伊藤忠さんに行って打ち合わせして、一回家に車置きに帰ってズームやって解消かな。そんなわけで、はい、打ち合わせ行ってきます。すいません、はい、またね、お疲れです。どうもお疲れ様です。一日ありがとうございます。よくぞすいませんついてきました。ありがとうございます。お疲れ様です。会食で終わりですか。いつも行くお店で、はい、お客さんと。どんなお店ですか。焼き鳥の7丁目、オープンしてすぐ星取って4年連続取ってる僕が一番好きな焼き鳥屋さんで。お着替えされましたよね。はい、着替えました。もう10年来の仲良しクライアントで、僕がジャケット着ていったりすると逆に引いちゃうかもしれないんで、あえての、まあ、カジュアルダウン、絶対忘れない美脚系、本当に綺麗めなんだけどリラックス感、後ろだけリムなの、可愛くない？外見はスラックス、後ろから見るとリム、そう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 、めちゃくちゃ可愛いですね。要 A 面って感じでしょA 面 B 面なんだけど、どっちもいい感じで、こんなところで一応ファッションの主張もしつつ、あんまり主張しすぎてもいけないんでね。トガといえばのフェデリで、あのローゲージのニットに、時計はねベルアンドロスのカーボンケース限定モデルなんだけど、やっぱりいい店来た時はね、時計とかでやっぱり負けたくないからね、はい、この辺はあのお客様にというよりはお店における自分のプレゼンテーションというあの言うまでもなく、モノトーンのコーディネートです。またね、またお疲れです。どうも、どうもお疲れ様です。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。まだやってんの森ちゃんに Google 共有するとこういうことになるんだねもう俺のスケジュール全て把握しちゃってるんで今日のスタイル、今日のスタイル、はい、フェデリの大好きな白のカシミヤに、今日もっていうの嫌なんだけどめっちゃ履いてるんで、 PT トリのアクティブね、見た目は美脚の軽量でストレッチでなんだけど、僕は好きなのはこのフラップが好きなんだよね。これが可愛くてちょっと今のウィズモードな気分にぴったりでしょ。ちょっとディテールで遊んでるのもアクティブの魅力の一つなんだけど、この程度しか遊んでないんでビジネスも合わせられる。時計は AP のコード1159、今日は三振のバーガンディをつけてます。ちなみにここは僕がもう10年ぐらい通ってる美容室です初めてロケに入ります行きましょう、はい、なんか戸田さんそのすごい美容院行ってるイメージあるんですけど、この10年ね月に2回来てる、2週に1回。やっぱりパンツが綺麗に見えるっていうのと一緒で、髪型はもう美容室で解決するしかないから。戸田さんが、はい、こんなに気に入ってる PT アクティブの魅力っていうの、なんて言っても、ま、快適、とにかく足をきれいに見せてくれる、逆三角形がこうきれいになるっていうのが僕のコーディネートのコンセプトの一つなんで、上はボリュームを出して下はなるべくこうきれいに細く、でこんなずっと座っててさ、髪切り終わって出かけても膝裏にシワも入らないし、まあなかなかないと思うよ。なんならゴルフもやっちゃうぞみたいなことをできるとは思ってなかったからね。トガッチの世界を上げてくれたっていう意味じゃ本当にこいつの存在はでかいかな。それがさ1モデルしかないと、これまた、まあ、お腹いっぱいにすぐなっちゃうけど、まあ、いろんなディテールで差別化というか、調子に乗ったこと言うとトガベっちゅうかよこれぐらい、いろんなことやってくれてんのも僕の趣味にぴったりって感じ。春夏のアクティブのこう快適性はもう文句のつけようがなかったからね、まあ、一気に春夏で5本ぐらい買い足して、なんかトガさん的に使い分ける、まあ、もちろんデニム履くと思うんですけど、うん、特にアクティブが手に取りたいっていう時ってどういう時？まあ秋冬はねデニムもライダースに合わせやすいとか大事だけど、まずアクティブ取っちゃう気がするよねで何合わせるかなっていう感じ。まあ例えば秋ならニット1枚もう全然いけちゃうし、ビジネスでちょっとニットジャケット羽織ってみたいな、そういうのもなんかこなせるし、どんな靴にも合っちゃうんで、まあ、僕ローファーも多いし、でやっぱ僕時計と靴って結構こう関係性があると思うのよ。でアクティブはだから靴を選ばないから結構時計はオールマイティにいけるかな。なんかアリゲーターストラップもいいし、ステンレスのブレスレットをね、例えばデイトナーとかノートラスみたいなのも全然合うし、 G-SHOCK もこなせてさ、なんならパテックのカラトラバぐらいクラシックのやつもパンツの色によっては合うでしょ、グレー系とかさ。やっぱり今もカジュアル前世になって、うん、身だしなみに対するなんて心がけっていう
若い人ってこう何でも勢いでいけんのよ。ジジイはそうはいかない。やっぱり切ってもらっとればやっぱりこう男の身だしなみも完了するんで。どういうオーダー？もう俺は面倒くさがり屋なんで、セットしやすい簡単でピョンピョンって終わっちゃうやつにしてもらってる。もうね、見た目ももちろん重要だけど、やっぱり仕事一生懸命やんなきゃいけないんで。あとはスタイリストはもちろんいろんな顔の形とか見てるわけでさ、髪の量とかさ。僕は必ず言うのは、こうしてくださいじゃなくて、僕の髪型で月に何回通えて、職業はこんな職業ですってことを伝えると、あ、この辺まで遊べるなとか、だいたい答えを導き出してくれるのよ。だから髪型のモデルチェンジ的なやつ、長谷部が自動的にやってる。まあ1回ぐらいパーマかけたり、俺も長谷部みたいにちょっと金髪にしたりなんかやってみたいんだけどさ、まあ BR に迷惑かけない程度に1回ぐらい飛ばしてみたいんだけど。見てみたいですね。これも完成形で終わりですね。いい感じになりましたね。あざす。ソフトモヒカンっていうらしいんだけど、ちょっと若作りっちゃ若作りですけどね。はい、かっこいいです。ありがとうございます。小川さん、密着ありがとうございました。今日で何回来たっけねお疲れ様でした、はい、そんな今日ももちろんアクティブです。もちろんアクティブです、はい、大体ねアクティブです。前から見たら綺麗めスラックス、後ろから見たら今時のリブパンっていうね。でこれねえらい好きで、これはこの黒ともう一個グレーも持ってる。僕はね、BR チャンネルも戸川氏も本当に自分が気に入ってるものしか押さないんですよ。ちょっと緩めのビジネスの時とかトライしてみようかなっていう人には絶対手に取ってほしいし、河川に裏切られてきた人にもアクティブなら裏切ることはないと思うんで、ぜひトライしてみてもらいたいと思います。というわけで、密着はもうこの辺で終わりにしてもらえたら、僕も本当にアクティブに活動できると思いますのでありがとうございました。です、お疲れでした。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら。ゆきちゃんがいないな